はよせよ。はい、食べるぞ。はい、行きます。はい、いただきます。はい、持っていただきます。それじゃ、今日もありがとうございました。ありがとうございます。いただきます。いただきます。いただきます。今日は飯食いに来ただけやね、あんまりやってない、ね。おにぎりなかったか？これだけか？はい。え、もっとなかったか？いや、わかんないです。僕は。これだけか？一個だけすいません、ちょっといただいて。あっとけや、おう。腹立ってきた。そういうことすんな。すいません。いつ食べてん、お前。着いたすぐ。え？うん？到着したとき。あ、朝、スキッパーだった。コンビニ寄って買うたやろ。あれは、コンビニの店員方、揚げ物頼んだんですけど、そのフランクフルト入ってなかったんですよ。リンゴパンチ。あかんよ、そんなん。はい。お前。腹立ってきた。そんな我慢せえや。はい。みんな働いてんのに。はい。まず、抜くや。はい。いる。お前の全部食べるから。お前、なしね。ね。はい。47やから、そぐらいのことを考えなあかんよ。はい。すいません。うん？いや、申し訳ありません。次から。謝れや。はい。視聴者の人に。すいません。みんなの食事前に、買ってきたおにぎり一つ食べて先に食べてしまいました。常識外れのことをしまして、今後こういうことのないようにします。ただ、この別荘 DIY 自体はどんどん仕上がってきてます。ぜひ、この機会に皆さんもご参加いただけるようお願いします。お前が仕上がってないね。はい。弁のもやれば。これは俺のやから。もうそれだけな、今日。はい。小学生や。大人と内容が。小学校ならわかんないけどね。もうせえへんのか、二度と。もう二度としないです。ほんなら、もう一回ちゃんと言え、もう二度としませんの。はい。はい、買ってきたものを人より先に食べないように今後誓います。二度としません。では令和4年7月11日、6月7月ちゃうから、はい、はい、もう今後二度と買ってきたものを先に手を出す、みんなより先に食べるような真似は二度としません。もう一生はしません。令和4年7月11日東条湖三田代表弁山形誓います。はい、もうええわ、ほんなら許せるわ。今回だけやぞ。はい、すいません。ほんま今回だけやからな、はい、二度としません。申し訳ございませんでした。ありがとうございます。今回だけやから、はい、いい、はい、ありがとうございます。もう食べてます。早いな。あげます。食べていいよ。ありがとうございます。白おにぎり肉1個だけやってんけど、あ、もう一個足しとこう思って。肉こうて。だから覚え、たまたますよね、覚え。そうやね。絶対覚え、いつもやったら気づかない。いつも人数もうちょっと多いから。まあそうっすね。ね、うん、数もあるし。おにぎりの数も多いですもんね。うん。よりによってこんなバレやすい日に締め食いしてしまう。
白飯じゃなかったら気づいてなかったと思うんですよ、ね、うん、ソウさん。全然。で、言わなかったですよね、そら。なんかね、バレたってなったんですよ、多分。めっちゃ焦ったよ。うまいな。はい。あれだけ怒られてうまいってよう言えるわ。面白いだろ。皆さん、ウインナー食べてくれませんか。ありがとうございます。卵食べてくれます。いいんですか。はい。一つはいただいたんで。よくな。怒られた人の後で食っちゃう。喉通らへんで、あれだけ頭はつられて。大のおっさんが大のおじいに頭。あつられて。到着した時から、まあ、もう業者の方がいらして、まあ、いろいろ今必要なことがはっきりもう DIY に今明確になりました。もっと面白いことあったやろ。はい。お前の今日は本当にすいませんって、はい、いろいろ自分のミスしたことを、はい、よかったところもね、そういうのを言うねん。はい、今日すいいところと悪いところ、はい、空腹からすいません、ちょっと昼食のためのおにぎりを先に手を出してしまってっていう、ちょっととんでもない失礼をしました。申し訳ありません。面白おかしく言えよ。はい。硬いね。はい。ピーターパンの時のようなんで喋れよ。はい。ピーターパンで。はい。いや、僕は、ピーターパンことベン山形。これからとびっきりのミラクルと素敵なファンタジーを。それお前のネタせいじゃないし、それで喋れって言うてんね、今日の出来事を。すいません。はい。もうね、やれや。自己紹介してから、そのピーターパンで今日の出来事を喋んねん。はい。そうか、最初からですよ。いや、僕はピーターパンことベン山形。これからとびっきりのミラクルと素敵なファンタジーを見せてあげる。僕は大人にならない永遠の少年なんだ。さあ、今日はサンダに来た。サンダの別荘に来て、今日はとんでもない事件が起きたんだ。僕がお腹が減って仕方がない。だからみんなのおにぎりを先に食べてしまった。とんでもないことを知ってしまった。だけど、そんなことがあっても、まあ、いいってことさ。ええことあるな、もう。ええことあるな。いいね、いいね。行こう、行こう。どんどん、今日振り返ってください。行こう。はい。行こう、ピーターパンに行こう。はい。行こう。これは今日に始まったことじゃないんだ。毎回毎回食べていたのさ。ピーターパンずっと食べてたのか、毎回。ああ、食べていたさ。でも今日は人数が少ないから、おにぎりの数が少なくてバレたってこと。いいね、いいね。いいね。いいよ。どつくだ、アホ。申し訳ありません。ええやんか、ええやんか。いいね。いい薬になった。もう今後は、あんなことはしない。何がいい薬やろ。でも、わかった。もう食べない。ただ、さて、みんなのご飯なんだ。みんなが食べないと、みんなの悪い妖精たちが暴れ出す。そういうこともある。だけど、いつもここの森にやってくると、すべてが浄化されるんだ。そんな不思議な場所なんだ。だってここは、サンダなんだ。いいね、いいね。サンダの、サンダにはそんな力がある。だから、みんなも、ぜひ来てくれ、この場所に。いいね。また会おう。一人バイクするの？何で会おうやろう。バイ。